11月28日です。8月30日に種まきした漬物用大根の収穫をしたいと思います。毎年大きくなりすぎるので今年は間引きをしないでそのまま置いてますんで密着栽培になってます。いつもよりも多少は小さい大根になってるんじゃないかと思います。これから収穫します。収穫しました。収穫品今はここで25本ぐらいしかないんですけども、うちではこれ以上食べきれないのでお裾分けしました。お裾分けの量はこの3倍ぐらいの量をお裾分けしましたので、むちは残った25本ぐらいです。これから洗って土を落として、乾燥したいと思います。結構大きな大根ができています。間引きしなかったので、くの字型に、くの字ですか、くの字型に曲がった大根が多いんですけど、まあ乾燥して、伸びちゃいますんで、たくあんにするには問題ないと思います。大根はここで乾燥します。約半月くらいかかるでしょうか。この場所で乾燥します。今年のたくあん漬けはこの量で十分と思います。で、28本あります。これが今年の大根の様子です。